あ、じゃあこれをシェアできたら面白いかなって思って、ビヨーンってずっと生ハムのように伸びて全然切れないでしょ。意外とみんな会ってみると普通の人だよ。まあ可愛いけども、おー美味しそう、すごい、かわいい、めっちゃ可愛いんですけど、え、これ何入ってる、砂糖、あ、かわいい、なんか砂糖いらないけど入れたくなる、うん、入れたくなっちゃう、日本っぽい、なんかあれじゃない、あの毎回私たちがお茶するやつ、スペインのあるあるのね、コーヒーの作り方を、あ、そうだ、いせーのでって、ちょっと怖い、ここでやる、大丈夫、でも上手そう、これは大丈夫そう、なんか、うん、結構ね余裕がある、そうそうそう、よし、最高です、完璧完璧完璧だ完璧だ、あー美味しい、あ、自家製レモネード、はい、こんにちは急にってわけでもないけど、 YouTube を始めたきっかけって何でしょう、どこで、あ、じゃあやっぱり始めようって、かおりちゃんの YouTube への皆さんのコメントです、そうなの、いやいや、いるちゃうじゃん、例えばかおりちゃん、あとけんぞ、あとじゅん、リアリコっていう感じで、日本人でこっちにいる子たちが結構みんな YouTube でやってて、で、まあ、もともと私もマルコも話すのがすごい好きだし、うん、結構ビデオ撮ってたりとかもしたから、あ、じゃあこれをシェアできたら面白いかなって思って、皆さんにあのあやかる形です。なるほど、マルコは動画の編集とか音声の、ね、そうそうそういろいろスキルもあるし、なんか好きだったから、もともとだからそれが活かせてよかったなっていうのは思ってて、大成功してるね、うん、本当に、いやいやいや、いやいや、そんなことないよ、そんなことないけど、うんうんうん、なんかやっぱでも私たちはカップル YouTube っていうよりも、うん、なんかもっとファミリー番組みたいな感じにしたくて、なんかやっぱカップル YouTube だと、うん、なんかこのカップルのあるあるとか、そう、私たちちょっとそういうのじゃないなって思って、なんか、なんかみんなと交流するシーンを流したりとか、あ、だから冒険っていう感じにしてる、うん、そう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 、新しいチャレンジとか新しく世界を知るみたいなのをやってて、この間かおりちゃんにも出てもらったりとかっていうのをしてる、あの1年半ぐらい続けてるよね YouTube、うん、いやー、いろいろ、まあ、失敗があったなっていうの、え、ほんと、あ、村上が来た、すごいめっちゃかわいい、めっちゃかわいい、美味しそうなんですけど、見て見て見て、これピスタチオが乗って、いや、ピスタチオない、いや、ピスタチオだ、ピスタチオ、ピスタチオと花びらとベリーが、すごい、ビーガンのチョコケーキ、じゃあこれも乗っとこう、どうぞどうぞ、もうこれが私の昼ご飯です、ケーキで、後からちょっと夕ご飯、だからリアルになっちゃう、もうそうなっちゃうかもしれない、後でまた夜食べるから、うん、ちょっといっぱい食べないようにしようかなと思って、そうだね、わかるわかる、でもさ、大丈夫なの、うん、その後、あのコロナの休みで、うん、治ってる、治ってはないけど、まあぼちぼちって感じ、95%、今日打ってきた、あ、嘘、あ、1個目、もう1個で大丈夫なの、あ、そうだ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 、1回治ってる人はね、そうそうそう、なんか私ファイザーだったんだ、ここがめっちゃ痛くなっちゃった、全然だな、ここら辺、うん、ここは、うん、今ちょっと痛くない、痛いでしょ、打った時全然、明日ここんな感じになる、マジで、ただのなんかもうプシュっていうだけなの、そう、一瞬で終わるよね、本当に、え、でもなんか失敗っていう感じあんまりない、いや、なんかもう最初始めたのが、うん、まあ、建造の登録者をこっちにこう、うん、移行しよう、そうそうそう、したからゲームだけやってて、あ、そうだね、そうだね、ゲームと日常を分けるべきだった、あ、そうだね、そうだね、なんかやっぱコンテンツって難しいよね、私たちもね、あのその最初旅と冒険っていうのをやってて、うんうんうん、まあなんかその新しい世界を知るみたいなのは冒険の一つにはなると思うんだけど、うん、ちょっとジャンルがそうそうそう変わってきちゃうから、あの見てる側ってあれいきなりなんか始まったみたいな思うのかなって思ったけど、ね、どこまで絞るかが分からなかったね、難しいよね、さすがにゲームと日常は違いすぎるかなっていう、もう遅いから、まあ、一応分けたけどね、今どれだけ編集に凝るかっていうか、どれだけ時間を費やすか、確かに、なんかめっちゃレベルが高いから、いやいや、あの日本のバラエティ番組的な音とか、マルコは、ね、そう、マルコはもう日本のテレビがの作りたいみたいな、ああいう感じで作りたいみたいな感じで言ってて、すごい細かくやってる、すごい、マジでもやっぱ見てくれてリアクションくれる人がいるから続けられるよね、わかる、めっちゃわかる、ね、そうじゃなかったらほんと壁打ちじゃん、で、そうそうそう、私たちも最初の本当に最初はもう300ビューとかで、うんうん、300ビューでもなんかよく考えたら300人の人が見てくれるって思ったらすごいじゃない、いや、すごいすごい、だからここにね、みんなこう座ったらとんでもないよ、だ
から全然それでもすごいけど、数が増えれば増えるほど頑張ろうって気持ちになるから、それは本当に新しいコミュニティだなって思ってた、うんうん、なるほど。スペインに住んでて良かったと思うこと、良かったことは人生を楽しむ気持ちを学べた。日本では全然なかった。なんか日本って先のことを考えることがすごく得意で、うん、やっぱ逆算して老後とか、うん、なんか第二の人生困らないようにみたいなとか、そういうのをみんなが気にしながら生きてるっていうか、計画のうちに入ってると思うんだけど、うん、こっちは本当に今日を全力で楽しむみたいなところがやっぱ強いなって思ってて、それをすごく学べた。なるほど。じゃあ今実際将来のことをあんまり考えずに、そう、なんか生まれて初めて目標がないっていう話、多分前のカレちゃんのやつでもしたと思うんだけど、確かに、なんか目標を持つことはもちろんすごいいいことなんだけど、その目標を今は立てなくてもいいかなっていうなんかフェーズになってて、本当に今の感じがすごい楽しいし、コロナになってやっぱ世の中ってどうなるか分かんないなってすごい思ったから、計画立てすぎてもね、興味がない。それを思うと、今は毎日楽しんでるなって思う。なんか今それでさ、なんかバルセロナに引っ越してきてお家に住めてダラダラできてるみたいなことでも幸せだなって思えるから、これすごいありがたいことだし、いいな、そういうマインドによりなった。なんか日本にいる時もこうだったけど、もっともっとそれをすごい感じるようになってよかったなって思ってる。私は京都に1年間ぐらい。どうだった？で、最高だった。もう学生としてで2回目も研究員として行ったから、はいはいはい、ザ・サラリーマン的な感じの環境じゃなくて、やっぱり土曜日までラボに行ったけど、で夜の7時まで毎日働いてたけど、それがなんか楽しくて、期間限定だったからかもしれないけど、なんかやっぱスイッチが変わるよね、日本だったら。日本のなんかあれはでも本当に才能だなと思う。やっぱ仕事に対するちゃんとしようっていう気持ちとかって、本当に世界を見てもすごいじゃん。いい部分もあればね、悪い部分も、両方見れるとバランスが取れるから、一番いい自分のオプティマルな、本当にそうだと思う。好きですね。でもやっぱあとはスペインは毎日晴れてるから、それが本当にやる気がない日も、やらないとっていう気持ちになるから、確かにこれはいいかも。最近雨、なんか北の方だけ、うん、いや ここじゃ、ここも今日は雨降ってるけど、スペインの北の方だけめっちゃ雨が降ってて、そうなんだ。バスクとかの方、ガリンティアとかバスクとか、そうめっちゃ、そう、ガリシアめっちゃ寒かったって言ってたよ。そう全くスペイン語が話せない日本人がスペインに来れるか、行って行けるか。全然来れると思いますよ。私スペイン語話せないで来て3ヶ月間学校に行って、その後お友達とちょっと喋りながら練習して、そのフェーズは、一応自分の言いたいこととかをジェスチャーを交えて伝えるみたいな感じで、それで、その後マルコと住んでから、なんかこうやって喋ってるみたいな、本当に会話みたいな感じでできる。じゃあ家でスペイン語をちょっと使ったり、今は、マルコと一緒にいる時は7割ぐらいは日本語で、あっちの実家に行く時はほとんどスペイン語だから、そうそれが一番最初はもちろん分かんなかったけど、だんだん分かるようになってきた。なってくるの、でもそれでその後にカタルーニャ語をやったから、それは次のステップ。もう2年ぐらい住んでからのお話。そう本当に意外とやっぱインターナショナルな、なんか場所だから、英語もあるし、あと今びっくりしたのは Google トランスレートが結構優秀になった。5年ぐらい前だと結構、訳せない、なんか何この日本語みたいな感じだったけど、なんか局の感想しなさい、みたいな感じ、ペーパードライ、そうみたいな感じだったけど、なんか今は結構、ちゃんと訳してくれるし、あとスペインのいいところは分からなくても店員さんが分かろうとしてくれる。なんかどういう風に言いたいのかなってこっちの身になってくれるから、それがなんかアメリカとかだともう英語喋れないなら帰ってみたいな感じだし、なんか、はい、次の人みたいな、そうはい次の人みたいな感じになっちゃうんだけど、それがないからいいかも。多分日本とも共通点あるかもしれない。結構日本の人も優しいと思う。なんか日本語ちょっとだけ話したら、そう嬉しくね。そうやってくれるよ。なるほど。英語は分かる程度で、日本
本人はスペイン旅行できるのか。できる、これはできる、全然できますよ、全然できますよ本当に、うん、日本よりも英語が飛び交ってるし、確かにバルセロナは最近観光客が戻ってきて、うん、いろんな言葉がやっぱミックス、フランス語、ドイツ語、ロシア語、英語を、本当にいろんな人がいるので、慣れてるね、みんな。日本の夏といえばかき氷や日本、そう、花火、花火、うん、スペインの夏といったらみたいな、うん、まあ、花火共通してるかもしれない、うん、花火っていうか爆竹、あの、そうだね、サンジュアンが夏の始まりだから、なんかあれじゃない、女の子の露出じゃない、あ、なんかね、なんか夏だなって思うのは、もうなんかここら辺までもう出てる、へそ出しとかじゃなくてもうここら辺、もう露骨まで出てる、最後の露骨3つぐらい出てる、もう下は水着なんじゃないかって思うままみんな歩いてたりとか、なんかね、お尻がちょっとはみ出てたりしてるよみたいな日本人って、あの、下に同じような形状のやつを着て、例えばこういうのを着て、重ね着みたいな、重ね着するじゃない、なんかない、そういうの、もうそのまま直、確かに確かにわかるわかる、なんかそういうのを見たら、あ、スペインの夏がやってきたって思う。あとは海だね、みんな出てるからね、本当にそう、海はすごい、そう、食品以外でこっちにあればよかったなって感じ、分かる、日本のもの、サランラップ、うん確かにビヨーンってずっと生ハムのように伸びて全然切れないでしょ、あれはあの違うプラスチックなんだよ、そうそうそう、やっぱ私日本人だから、あの、断るごとに書類を出したりとか、なんか印刷したりとかしないといけないんだけど、それがいちいちやっぱ役所に行かないといけないじゃん、うんうん、でも今日本ってマイナンバーのカードがあったらコンビニでできるじゃん、うん、コンビニよ、ね、コンビニで印刷もできるし、コンビニでその届け出も出せるし、確かに確かに、で24時間空いてるし、なんかそういうのが本当に便利だなって思う、確かにコンビニも何でもできる場所、何でもできる、外国人のあれ書類も難しいのかな、こっち全部出せる、あ、出せる、行ったことがない、本当、めっちゃ、じゃあ多分外国人だから、マイナンバーみたいな感じで、うん、ディガブエレクトロニコとか、うん、なんかなんだっけ、デネイエレクトロニコ的な、そうそうそう、あ、ものがあれば全然できるのかな、銀行のとかでお金を引き出すとき、はいはい、日本で、うんうん、手数料がまずかかるのと、時間帯によって手数料かかったり、かかるかかる、 ATM なのに夜空いてなかったりみたいなのがある、あるあるある、たまになんかメンテナンスってかシステムが停止してますみたいな時間あるかも、そうなんです、キャッシュカード、キャッシュカードか、なんだそれは、キャッシュカードはあのなんか下ろすやつ、お金をなんかウィスドローするだけそれかもしれない、それで買い物できないの、あ、そう、ただ物理的なカード、そう物理的なカード、そう物理的なカード、そうそうそう、で、あ、こっちはそれで買い物できるよね、そうというかそれがない、それがそうだよね、それがもうデビットかクレジットかどっちか、そうだね、それかあの預金通帳で引き出すっていうこと、うん、おじいちゃんおばあちゃんしかやらないけど、そうだよね、日本で払えなかったんだよ、だからあるある、結構スーパーでもダメなところだ、そうだから困っちゃって、いや、うちらが偶然あることってあるんですか、ね、ああ、この間ジュンの仲良しの友達とすれ違って、うん、知り合いだったの、私たちは全然知らなかったの、あ、動画とかで見たの、多分そう、彼がリアルコで見ましたって言ってたんだけど、なんか道歩いてて、でマルコがあの人今日本人かなって言ったのね、でも、あ、聞こえたのかな、で振り返ったの、そしたらあっちも遠くで振り返ってて、もうドラマみたいな、なんかリアリコで見ましたよみたいな、なんか僕ジュンの友達なんですって言ってて、日本人学校に行ってたって言ってた、あ、多分分かるかもしれない、そうそうそう、それであの声かけてくれました、そう、なんか私が知ってるバルセロナ YouTuber はあのみんな結構点在してるっていうか、うん、あの市内でもちょっと離れてたりするから、うん、偶然に会うっていうのはなかなかないよね、確かに、意外とみんな会ってみると普通の人だよね、なんかやっぱ画面越しだと本当にすごいキラキラしてるし、あのなんか YouTuber っていう感じがあるじゃん、だけど会ってみると普通の二十何歳の青年だなっていう感じ、いやもう 10代に見える20になったのが、でもいい子、本当に